さあもう煽りがねシンプル、レバー、あ普通のボタンだけど、どうなるの、ショールームでも見たことない、うわー惜しい、かわいい。はい、おはようございます、ナオキックスです。さあ今日は、2024年1月9日新年一発目でございます。今年もよろしくお願いしますということで、そんな新年一発目は僕がとっても楽しみにしていた P 中森明菜歌姫伝説ブラックディーバ極みでございます。もうこの台を打つためだけにもう今日本当にもう明菜ちゃんの歌もずっと聴いてきたし、もう初代から愛しているのでもう感極まっております。まさかね、明菜ちゃんの新台が出ると思ってなかったんですけど、2ヶ月ぐらい前にあの公式のツイッターで発表された時にはねかなり色めいたんですけれども、まずちょっと打つ前にカスタムあるんですけれども、まあ、これボタンを押していただくと実機カスタムが出てくるんです。で、信頼度カスタムもちろんございます。ノーマルモード、バイブアップ、先読みチャンス、シンプル、まあ、とりあえず今日はノーマルモードで打っていこうと思うんですけれども、実はショールームでちらっと打たせてもらいました。その時の感覚からすると、まあ、先読みチャンスかシンプルの方がストレスなく楽しめるのかなっていう、ノーマルモードちょっとガセ多かった印象があるんですけれども、まあ、一旦とりあえずどんなものかねノーマルモードを試していくんですけれども、もう一個、もうさすが歌パチ第一さん分かってらっしゃる、サウンドカスタムが新搭載されました。これが何かっていうと、まあ、高音カットね、ちょっと耳キーンってなる方嫌だなっていう方は、まあ、オフにしてもらって、で、楽曲カスタムですね、ノーマルサウンドとライブ風サウンド、ちょっと臨場感高めなカスタム、さらには歌集中、楽曲以外の音が抑制されるということで、まあ、SE ですね、効果音、結構もう効果音で歌が聞けないみたいなことがね歌パチにはよくあったんですけれども、まあ、それを歌音に集中したい方はこっちを選んでいただいて、まあ、とりあえず全部ノーマルで打っていきましょうかね。さあ、ということで、中森明菜の歌姫伝説ブラックディーバ極み、もうタイトル結構いかついんですけれども、スペックはかなり優しめです。っていうのも大当たり確率が319分の1のミドルなんですが、ST 機 VST 機です。で、この ST 突入率がまずへそで 58% 取れば右打ち ST で、取れなくても時短がなんと120回つくんですよ。ちょっと他の台よりお得で、120回転で、時短中の渡り確率は通常時と一緒、319分の1なんで、まあ、エヴァとかに比べると若干引き戻しやすさあると。で、それを全部ひっくるめたトータルの突入率が約 72%、 4回のうちに約3回ぐらいは ST に入ってくれるし、あとへそでの大当たりは基本的に1050個メイン、通常の時短渡り取っても1050個つきます。で、右打ちがオール1500個ではないんですが、90% が1500個取れます。で、残りの 10% が、まあ、2ラウンドで300個なんですけれども、まあ、誤差ですよね、こんなもんは。この2ラウンドのあたりが 30% とか 40% あったらちょっとうーんってなるんですけど、まあ、9割が1500個取れる。で、図柄ぞれが全部1500個になるので、その連チャンの楽しさも味わえるし、継続率はなんと約 80% と。ST が144回あるんですが、右打ち中の渡り確率が 91.7 分の1となっているので、まあ、かなりへそでの当たりも出玉取れるし、で、時短での引き戻しも狙える、かつ右打ちが 90%、 1500個取れるっていうところも含めると、割とユーザーに寄り添ったスペックなんじゃないかなと。こういうスペックを待ってたんですよ、明菜ちゃんといえばね。そして演出面なんですけれども、大地さんらしいかなっていう感じですね。こういうイルミの騒がしさもあるんですけど、まず4段演出ございます。それが一つがもうおなじみですね、白熱。結構前作では白熱が当たりに絡んだんだけど、今作はどうなんでしょうね。この信頼度が約 70% と、まあ、リーチ発展するときに白熱となれば 70% あるんですけど、前作はデザイアしかなかったんですよ、白熱デザイアっていうね。だけど今回は全てのリーチに白熱があるんで、どこからでも白熱の発生が期待できるという流れでございます。で、あと先読みゾーンかな、ディーバゾーンで、これ普通のディーバゾーンでも、約何パーだ、 20-30% ぐらいあったかな。もう一つがディーバゾーンゴールドっていうのがあるんですけれども、普通のディーバゾーンで約 18%、まあ、そこまで信頼度高くないけど、これにゴールドっていう名前がつけば、約 66% の信頼度を持っていて、あとは入賞時のドデカマイク演出っていうのが今回新しく搭載されてるんですね。多分へそ入った時にでっかいマイクがドーンって出てくれば
その激アツ予告になると思うんですけれども、これも金が、約 68.8% で、ドデカマイクの銀もあるんですけど、こっちは 53% あるんで、まあ、入賞時に何色でもいいからドデカマイクがバーンって出てくれば、まあ、半分以上が大当たりにつながるよと。でもう一つがおなじみの軍ですね、チビナ軍で、これ前作と一緒で奥から手前に軍が走ってくると約 70% と 71%、まあ、この中の1個ぐらい発生すれば一気に期待度は上がると思うんですけれども、あとはやっぱりリーチ中ですよね。中森明菜の激アツリーチといえば、まあ、デザイアだったり、あとミアモーレだったりするんですけど、今回なんと搭載楽曲いろいろ増えてまして、まあ、減ったものもあるんですけど、一番やっぱり注目するのは多分中森明菜を知らない人でも耳にしたことはあると思います、飾りじゃないのよ涙はっていう井上陽水さん作曲の、作曲というか歌自体作ったのかな、歌詞もひっくるめてが、今回ようやく5作目にして解禁されて、その信頼度がなんと約 80% と、あとカバー楽曲が今回搭載されました。明菜ちゃんといえばね、まあ、少女 A だったりデザイアミアモーレ、そういうオリジナル楽曲しかなかったんですけど、今回はカバー楽曲もかなり前に出てきていて、あの山崎まさよしさんのワンモアタイムワンモアチャンスとか、あと TM レボリューションのホワイトブレスとか、久保田早紀さんの異邦人とかがね、明菜ちゃんこういうカバーしてるんですけど、そのカバー楽曲がパチンコにも搭載されました。まあ、でもやっぱり期待できるのは飾りじゃないのよ涙はなんで、まあ、今までの明菜ちゃん好きだった人ももちろん刺さるし、明菜ちゃん知らなくても、ああこの曲知ってるわっていう楽曲が必ずあると思うんで、割とね明菜ちゃんファンにもそうでない方にもこうグッと引き込んでくれるような楽曲構成になっているんですよね。でも結構ねいろいろ信頼度とか出てて、一個気になったのがあのテントウムシあるじゃないですか、大地さんおなじみの、一回ちょっとねお休みしたけど、今回テントウムシもあるんですけど、その信頼度が約8割ぐらいらしいんですよね。ここ最近の大地さんのテントウムシってもうほぼ当たりみたいな感覚だったんですけど、今回 80% なんで、本当うっかりしてると外れそうなんで注意してくださいね。そこは最近のトレンドで言ったら、なんか演出起こればチャンスみたいな流れがあるんですけど、明菜ちゃんはね結構演出が多めな印象です。つまりそのショールームでも打てて思ったんですけど、そんなに通常時のスピードは速くなさそうなんですよ。まあ、悪い言い方をすれば時間効率が悪いって言い方なんですけど、僕は明菜ちゃんはもうそれでいいです。もう楽しませてくれればもう何も起きない、歌も聴けない明菜ちゃんは求めてないから。スピン保留に変わってますね。さあテンパイライン赤も約 10% ぐらい、もう予告の赤は基本約 10% ちょいで、金が 40%、50%、60% ぐらい、まあ、物によって変わるんですけど、でテントウムシが 80% というふうに覚えてもらえれば結構です。今の白熱が完成すれば激アツだったんですけども、いきなりホワイトブレスよ。あでそう、これ注意してほしいのが、今これ実写のカットがあったじゃないですか。あの今までの前までの明菜ちゃんってもう実写イコール超激アツだったんですけれども、今回は至る所に実写がちらちら出てくるんで、今回実写が大当たり濃厚ではなくなってます。まあそこはちょっとねご勘弁いただいて。で今回リーチ外れ後救済ございます、ディーバチャンスっていう、あこれね、これ発展すれば約 20%。 あいった、あれこれ言ってるよね。さあいきなり救済リーチ、これタイトル金だったら激アツでした。であと最後これボタンかレバーかなんですけど、レバーだったらもう超激アツかな。トータル 24% だ、4回に1回当たる、意外と当たっちゃうんじゃないこんなんでも。さあもう煽りがねシンプル、レバー、あー普通のボタンだけど、愛が通じてるんだけど歌が聞きたかった。はい、あっさり当たりました、49回転。見てこれ、おめでとうございますって文字見えました。あれね、今作のためにね明菜ちゃんが書き下ろしてくれたメッセージだそうです。さあここで3か7に上がれば直 ST、
ボタン以外だったら多分激アツなんだけど、ああ通常か。ショールームでは全部 ST 入ったんだけどな。さすがショールーム。ただ多分ねラウンド中にも、チャンスはあるとのことなんで、これでとりあえず7ラウンド1050発払い出しされます。いいですね、予告全然熱くないのに救済系さえ言ってくれれば期待が持てるっていうのは。はい、ということで昇格ないけれども時短120回転ここで319を引ければ10ラウンドかつ ST 取れますから、まあね、新年一発目の取説、初大渡りが通常渡りってとてもナオキックスらしくて今年も去年と変わらなさそうだわ。時短中はだいぶ演出が静かですね、何にも起きないや。ってことはちょっとなんか起これば熱いんだろうな、通常時に比べて。さあ、あっさりと100回転、他の台だったらだいたいここで終わっちゃいましたけど、アキナちゃんはあと20回転あります。お、いいよ、赤系来た。金になったけど、マジでこれ戻せる ?105 回転目。疑似連はないのかな。で、これ背景予告ピンク、まあ、紫っていうのかな、今の。金だったら激アツでした。赤でもそんな熱くない。これ白熱欲しいな。はい、来た。70%。で、これ発展先注目です。飾りじゃないのよ、涙はだったら 80% オーバー。これでイントロで分かるの、何の歌か。ミアモーレだ、このもうおしゃれなのよ入り方も。さあ、通常時であればミアモーレだったら、約 33%、 ただ白熱絡んでるんで信頼度は倍以上になると思います。くーかっこいい。さあ、一応ね、予告だけ、予告で言えば金しかないけど、白熱さえ絡めばなんとかなるんじゃないかなっていう印象。あ、これチャンスアップですね、ちびちびな。あれ、アツナだから信頼度アップなのかな。で、チャンスアップいっぱいあるの。この図柄を送るエフェクトの色だったり、ちびながこうチラ見してくるとか、あと BGM のリミックスバージョンだった場合も激アツです。さあ、これ前後半あるんで、ここで薬物完成すると後半です。さあ、あとはチャンスボタンとかね、発生すればそれもチャンスアップだし、最後の煽りの色で、基本的に最後これボタンが絡まないようになってると思うんで、まあ、最後ボタンかレバーくれば期待度アップ。いや、でもチャンスアップが薄い気がするな。なんもないね、イルミもない、ボタンもない。この図柄を送るエフェクトも普通。いや、ちょっとこれ引き戻したい。105回転目、最後ボタンないね。もうこのまま焼くものがドン。ダメなの。いや、復活もあると信じたいんだけど、うわ、ダメそう。あー、長くない？長い。ブルッタブルッタブルッタ復活だ。どうなるの？ショールームでも見たことない。うわー、惜しい、かわいい。レインボーのカウントダウン入ってる。ありがとう。見事に105回転目で引き戻しました。ありがとう、アキナちゃん、このスペックで出してくれて。さあ、これで電柱での大渡りなんで10ラウンド。あ、でもそっか、10ラウンド確定とは限らないのか。ただ図柄揃ってるんで10ラウンドです。 90% 取りました。いやー、お手本かのような流れじゃない、ちょっと。さあ、ここから ST ですよ、皆さん。で、あの、ここちょっと見づらいかもしれないんですけど、ST 中3種類選べます。で、今ライブモードのオリジナル、で、これライブモードのカバー曲が流れるやつですね。で、これ、次がライブモードラッシュ、まあ、図柄メインのライブモードなんですけれども、もうライブモードだけでいいです。あの、オリジナルはカバーで、ラッシュはマジで選ばなくていい。ラッシュはもう歌関係ないんでね、まあ、1回ぐらいちょっと余裕があればやりますけれども、とりあえずはやっぱりライブモードのオリジナルからいきたいと思います。でも右打ち中は基本的に今までのアキナちゃん打てれば分かると思うんですけれども、新しく前半後半と分かれていて、この前半が即渡りゾーンなんですよ。
でこの44回転の前半が終わると残り100回転でいつものライブ、ちびなが歌い切れば大当たりという感じですね。でオリジナルモードは、後半100回転ちびなとアツナの2人がいるんですけれども、どっちか片方でも歌い切れば大当たりで、ここの即当たりゾーンはもうこういう即当たりの煽りが来ればちょっとチャンスで、保留変化も点滅とか来るだけで約まあ 10% ぐらいかな。でこういう先読みが重なった場合もチャンスなんだけど、結構当たるときはもうね、先光りとか赤保留になってるとかねあったんだけど、点滅さあイルミ、これ赤になれば、あ、多分これ当たりです。赤は OK で図柄揃いなんで10ラウンドまあここは全然歌パチっぽくはないんですけどね。ただいい点としてはこう歌が途切れずに流れてくれるんで、この辺りはすごい明菜ちゃんの歌を聴きたい人にはいいんじゃないかなというところですね。さあもう4000発、やっぱね初当たりの出玉も1000発取れるから安定感あっていいわ。あーこれ横切りもちょっと熱い。あこれね713って何なのかっていうと、あれあ図柄揃ってるや、そうか713でいいのか。713が何の数字かっていうと、あの明菜ちゃんの誕生日なんですよ、7月13日、あれが止まると大当たりの方向でね。この即当たり中に2ラウンドを引いた場合、あの713が止まってたんですよ、ショールームで見た感じだから今2ラウンドかなと思ったんですけど、あそこからの昇格もあるんですね。いやいいんだけどちょっとライブやりたいんだよな歌い切りが見たいんだけど、だからね44回転以内に連チャンが続いちゃうと、なんかこう明菜ちゃんらしさはなくなるけど、まあ歌聴けてるからいっかっていうね。さあここからいつものライブモードでございます。ようやく見れた。でも全部あれですね、歌い切れば大当たりで、多分歌い切ればオール10ラウンドだと思います。2ラウンドになるときはハズレからの救済みたいな感じになるんで、あとはもう赤系演出がいっぱい重なったりすれば期待大。あいきなり緑いいよ、これもう雷が落ちれば赤保留なんだけど、はいマイクマイクマイク、ああダメだ、でも緑保留なんで発展はします。さあ金句ですね、これあのタイトルの色も赤ございます、今回は普通。金句はね 30% ぐらいかな確か。さあこれで今チビナ1人ですけど、アツナが加われば大チャンス。はいいいよアツナ、あー来ない、あとエンブレムが飛んでくるチャンスアップもあって、もちろんエンブレム貼り付けば大当たり濃厚です。あーもうやっぱりここで終わっちゃうよね。で最後ボタンで復活もわずかながらあるんだけどない。あこれ救済なんで2ラウンドですね。713いきなり 10% 取っちゃったまあいいや、こっから10ラウンドないのかな。あ2ラウンドランプついてるや、 10% 取るの早、まあ、だから歌い切らなくてもこういう2ラウンドの可能性もあるよと。で2ラウンドは300個なんで、まあ、偏るとしんどいけど 10% なんでそうそう偏らないはずです。何にもなかったから今ノーリアクションだったのに揃っちゃった。いや嬉しいんだけどさ、ちょっと歌い切ってほしいんだよな先にお話ししておくと、ライブモードのオリジナルの場合、一番熱い曲が、飾りじゃないのよ涙はで、カバーの場合は残酷な天使のテーゼ、この2曲が激熱になってるんですけど、この2曲は残り1枚までいけば大当たり濃厚という説がございますので、もう信頼度が、ね、かなり高いんですよ。飾りじゃないのよと残酷な天使のテーゼは 80% ぐらいあるかな。だからその2曲の場合は、まあ、残り1枚までいけばガッツポーズ。ただ2ラウンドも込みだと思うんでね、あんまりこう過度な期待はしないでほしいんですけど、お
あ、来た、入賞時フラッシュ。これね、白でも熱いです。でしかも赤も絡んでる、保留も緑、扉はピンク。しかもこれ2人いるんでチャンスアップですね。いやでも白タイトルキングか。でこれ昔からそうなんですけど、残り1枚の時点で2人揃ってれば大当たり濃厚です。2人同時に脱落するっていうことがないの で、 で今エンブレム飛んできたのもチャンス。まだ2人で来い。よしよしよし、エンブレム、あーないけど、ここ2人で乗り越えたらもう当たりです。2人来い。あー1人、これも大当たりなんですよ。張り付きでアツナが残った場合もチャンスアップだと思います。オッケーオッケー、これよ、アキナらしさは。はい、ありがとう。いいねいいね、これがアキナだよ。ようやく7連チャン目にしていい当たり方で、最終的に2人残ったまんま大当たりを迎えると保留連が濃厚らしいです。まあ、保留連なんでね、なかなか見かけることはないと思うけれども、いやめちゃくちゃいいスペックじゃん90%1500 個で 80% 継続ですよ。じゃあ次はライブモードのカバー行きましょうか。こっちがだいぶシンプルになって、あのアツナがいなくなります。もう常に一人孤独な戦いですけれども、まあ、その分信頼度がちゃんと分散されて、どの曲でもどんな展開でも期待が持てるっていう感じですね。でこの即当たりゾーンはどのモード選んでも一緒です。変わるのは後半の100回転だけなんで。さあライブモードカバーでございます。ここで期待したいのは残酷な天使のテーゼね。で保留変化は総じて期待度が若干高くなってる。うわー、モード変えた途端終わる、あるある。ちょっと1回ぐらい発展しよう。あ、来た、入賞時フラッシュ激アツ。これ赤だったらさらに熱かったです。さあ当該緑ピンク、残酷な天使がいい。お、来た来た来た、激アツ。タイトル白だけど、でこれ残り1枚までいけば当たりです。はあ、ドキドキする。あの入賞時フラッシュ白でも 60% 超えなんですよ。頼む、もうチャンスアップはあとはもうエンブレムが飛んでくること。来た来た来た、ある、もうあるだけでいい。残り2枚で飛んできたらもうかなり熱い。頼む、残り1枚までいけば当たりだよ。ここ超えるでしょ。はい、エンブレム来た。と、うー、張り付かない。残り1枚までいけば、頑張って、よし、張り付いた。10ラウンド、多分ね2ラウンドもあると思うんですよ、1枚までいっても。ただ今張り付いたんで大丈夫ですね。あぶねー、106回転目。いいね、楽しい。もうアキナちゃんありがとう、出てきてくれて。でこれ図柄6ですけど関係ないんで、図柄揃えは全部10ラウンドです。もう何回見てもいいよね、この当たりの告知も。でもこっちもやった方がいいのかな、ラッシュも。ほんとこのモードだけはもうなくていいレベルなんですけど、一応ね、一応やりますけど1回だけ。ただこれで抜けたら腹立つな。全然もうアキナちゃんじゃなくていいぐらいの演出なんで、このラッシュは本当ね、あの間違ってもこのラッシュだけは選んじゃいけないと思う。選んじゃいけないっていうか、選ぶとそんな気がするよ。もうせっかくのアキナちゃんが楽しめないんだもん。頼むから連チャンしてよ、ここ。もう本当ね、本当に何これっていうラッシュです、これは。アキナちゃん関係ないんですからね、これも。ただ、まあ、特徴としては、あの保留変化が大チャンスになります。このモードは青保留でも約 50%、 まあそれぐらいかな、いいところとしては。リーチもね、歌関係ないんですよ、もう図柄揃うかどうかみたいな。でこれリーチになると、この A 揃いで、スーパーリーチ発展です。だから裏で歌リーチに発展してます。でこれ秒数長いほどチャンス、あ25はな短い。
弱いですねこれだと。でこれで25秒の間に図柄が揃えば当たりだよっていう、何これでこれ赤剣発生すれば大チャンスです。もうなんかある意味拷問だわ、せっかくアキナちゃん打ってるのに。でこれ赤系絡んでないからちょっと弱いですねっていう。でも残り5秒、最後はもうリーチに、あ、リーチにもなんないのかね、選ばなくていいでしょうこれもったいないよ、せっかくアキナちゃん打ってるのに。このモードはこのね、あのショールーム行った時に同じガイドのズラプロ森藤さんと成田優子3人で行ったんですよ、アキナちゃん好きで。でみんなね、いろんな演出見て、うわーいいねとか言ってるのに、このラッシュ見た途端みんな口を塞ぎましたなんだこれっていう。はい、ということで終わってしまいました、一番最悪なモードで。ただ1万350発払いだし、ありがたいですね、時短引き戻しから始まって。でこうなったらもういつやめても OK なんですけれども、でこの今ラッシュ抜けてミニライブ開催中っていうモードになってるんですけど、どうやらこれあのメーカーさんのね、あの先輩さんに聞いたんですよ、第一広報なのかな、開発か、開発の先輩さんにいろいろ伺ったところ、このモードはめちゃくちゃびっくりする当たり方が用意されてるらしいので、なんかね、当たるとき白熱いくかノーマルリーチでビタで止まるかみたいな。確かにね、最近の大地さん、まあ、日暮らしとかもそうですけど、前作のアキナちゃんもそうだったな、このモード抜けた10回転とか20回転の専用演出は変な当たり方するんですよ。さすがにここでは当たらないと思うけど見てみたいな。見慣れない保留が出てきた、なんだこれレコードかな。あ、アキナって書いてる、レコードじゃないのか、うわーどういうこと、うん、やっぱねカスタムした方がいいかもしれないですねええ、白熱、白熱保留きた、激発ですよこれ。え、7テンパイ煽ろうとしてない、何これ7点しますよねってことは、白熱保留の信頼度出てたかな、なんでメモしてないんだろう。まあでもとりあえず 70% は絶対あるはず。7テンパイどうなんだろう。で今これ飾りじゃないのよ、涙はの多分テンパイ煽りですよね、ってことはそのリーチに発展すると思うんですよ。うわーびっくりするなこれ。流れてる流れてる、飾りじゃないのようなオルゴールが流れてる。これでもう 82% ですからね。どうなんだろう、これで当たったら最高ですけどね。っていうかちょっと待って、これねへその振り分け 1% で10ラウンドがあるんですよ。さすがにそんな薄いところ引けるはずないので僕が多分まあ当たっても7ラウンドだと思うんだけど。さあ初めて搭載されました、これ図柄金ピカなのは仕様なのかな、なんかこれもチャンスアップじゃない金の図柄エフェクト、普通に考えたら当たるよね。まだ抜けて40回転ぐらいしか経ってないけど、でおそらくこの歌詞の色もう赤とか金があるはず。イルミとかもね入るだけで激アツなんですけど、このリーチ中は。これなんか金のエフェクトなのこれ、紙吹雪デフォなのかわからない、ごめんなさい。
いや普通に考えたら当たりますよね。大丈夫だよね。でこのリーチだけ最後ボタンかレバーになるはず。あ、ならない。あ、なりますね。レバーだ。大丈夫でしょう。はい、おー、しゃだった早っ。40回転でとりあえず ST なんですけど、これが果たして7ラウンドなのか10ラウンドなのか。まあ3ラウンドしか差がないから別に引けなくたっていいんですけど、どうなんだろう。どういう契機でこのへその10ラウンドか7ラウンドが決まるのか分かんない。はい、どっちどっち、7ラウンド10ラウンド、どっちでもいいんだけど。あ、7ラウンドでしたなんか全回転とかあんのかな。じゃあ専用のね。いやー、あんなあっさり白熱保留が止まるなんて。よし、これでさっきのリベンジしよう。もうあのラッシュは選ばんぞまあオリジナルでいきましょう。おーし、激アツ。うわ、先を見なくても来るんだ。あ、しかも激アツ来た。しかも2人スタート。飾りじゃないのよ涙は。もうこれも残り1枚までいけば当たりなはずです。2ラウンド以上まだ2人でいてよ。よしよしよし、エンブレム来ない。これね、ちゃんとね、2人で歌ってる時本当に2人で歌ってるように聞こえるんですよ。音響も良くなってる。さあまだ2人で。よし、熱い。まだまだここ2人で来れば。あ、てか違うわ違うわ、もう当たりだわ。残り2枚で2人いるってことは残り1枚まで行くってことだから、あとはもうこれで当たりは濃厚。歌いければ10ラウンド、歌えなくても2ラウンドいけるでしょう。いやいいよかった、間に合った。先読みなしでいきなり赤で、いいですね。きた、入賞ジェフラッシュ。いいよいいよいいよ、飾りじゃないのよ涙はだよこれ。あ、マイク持った。これ保留変化、緑か。いやでも激アツ、タイトル変わんないか。ただまあ入賞時フラッシュからの赤も絡んでるし、まあ2ラウンド以上は取っててほしいな。まだ2人よ。よし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 、いいねいいねいいね。ショールームで打った時1回も出てこなかったんですよこの曲。今日はサービス精神旺盛だわ。だからここ2人で来ればもう当たりか。えだよね、残り1枚までいくもんね。 OK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 、あとは歌い切るかどうかよ。まあ行くと思うけどな、 90% だもん。あー、1人落ちちゃった。あれ、エンブレム飛んでこない。あれ、これは2ラウンドの匂いいや、いけるよね。いける、頑張れ。よし楽しいうわー、入賞時フラッシュ、赤は当たらんと困る。はい、赤保留きたからのスプレー来ましたね。圧、あ、歌姫。スプレーで出てくる内容は圧の方がいいんですよ、まあ、歌姫でも熱いけど。でこのライブモード中の赤保留は 90% オーバーなんで、さあホワイトブレスも 30% ぐらいいけるでしょうよ。多分残り1枚まではいくはずなんですよね、こんだけ予告強いと。ただエンブレムが飛んでこない。もう1個、よし。いや、エンブレムが飛んでこない。どうかな。いや、赤のシルエット 90% ぐらいじゃなかった。 91% だよ。当たらんと困る。はい、よし。いや、いいねいいね、すごくいいね。求めてたこういうアキナちゃんを
いいわ、やっぱりこのカバーはね、やっぱアツナの参加がないから純粋に期待もできるし同時にハラハラもできる。おお、赤保留、このね即渡りモード中の赤保留は大渡り濃厚です。うおー、赤保留また来た。今ので揃っちゃえばね保留連だったのに。多分赤保留で2ラウンドってことはないと思う。おお、あー2ラウンドだ。こっから10ラウンドないのかな。もう多分ねみんなもうほんとすぐ顔出ちゃう。もう10ラウンドなんですけど、これ10ラウンドランプがついてるんでどうやっていくんだろう。からのでしょ。え、10ラウンドついてるよね。ついてるついてる。あ、なるほどね、エクストラ、なるほどなるほど。いや、いいわ、ほんと全部かゆいところに手が届いてる。だからまあ2ラウンドかと思って肩を落としてもこういう逆転の昇格もあると。いや、この点滅保留頑張ってくれない。ないか、うん、いや、あるぞあるぞあるぞ。あ、スプレー、熱熱熱。あ、ライブか、弱いな。あ、赤タイトル大チャンス。異邦人か。でもうわ、感情が忙しい。これエンブレム、うわ来ない。うわ、残りこれ3回転だ、2回転か3回転ですよね、あと。いや、頼むお願い、異邦人頑張って。ここは行くよね、はいはいはい。うわ、飛んでこない。すごいドキドキする。はい、よし、あ、飛んでこない。どうだろう、飛んでくればあると思ったんだけど、お願い、つながって、もう2ラウンドでいい、お願い。おお、面白すぎる。残り2回転ですよ、3回転か分かんないけど、熱っ。いや、赤タイトルやっぱ熱いんだな、だいぶ異邦人でもね 60%70% ぐらいあんのかな。あ、 73% あるんだ異邦人でも、赤タイトルなら。いや、でもよくつながってくれた。はあ、面白い。青保留か、これ発展すれば激アツだけど。あ、いや、いたよ、あれ。歌い始めはするよね、ここを超えますよね、トータル 80% だよ。うわ、あっつ。あ、だから残り3枚、残り1枚までいけばいいから、ここ2人で超えれば当たりだ。さすがに弱すぎない今の予告。うわ、当たった。あんな予告で行くんだ。あー、なんか2ラウンドかな、さすがに弱すぎるもんな。まあいいやいいや、つながるだけでも全然ありがたい。エンブレムも飛んでくてないし、すごく2ラウンド臭がプンプンしてる。あー、2ラウンドだ。あ、大丈夫だよね、2ラウンドだよね、聞いてた話と違うとかないよね。残り1枚までいけば当たりって聞いてたよ。あ、よかったよかったよかった、やっぱそういうことだ。まあいいでしょう、70、80回転目かな。はい、見事に2が光っております。おお、赤保留当たった。おお、7点、安心の10ラウンド。これでもう持ち玉も2万発超えました。
いいんですか、そんなにいただいて。はー、乗ってるわ。保留連だ、誰がどう見ても保留連だ。テントウムシが通るんだ。すんごい変な声出ちゃった。え、あー、大丈夫だよね。はー、すげーや。あ、2ラウンドか。え、え、まさか、まさか2回連続2ラウンドなんて。待って、3回連続嘘でしょ。なんか冒頭でなかなか 10% に勝てることはないと思うって言ったけど、盛大な前振りでしたね。大丈夫、よし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 。まあまあさすがにね。さあ、払い出しが2万発です。お、ピンク止まる。あつ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 。え、ああ、パトランプ止まらなくても当たった。さあ、あのチミナが横切るのもね 60% ぐらいあるから結構熱いと思って、今長女止まるかなと思ったんですが、止まらなくても当たってくれました。あと2回違う、ん、1400、あと1回引けば持ち玉3万発だ。いやー、なんかノーチャンスだったな、この144回転。いやー、でも頑張ったね。贅沢は言えない、ありがとう。20連させたかったな、3万発に乗せたかったし、20連させたかった。お、あ、そうだ、これね、マークが揃うとこの白熱期待度アップしていくんですけど、まあ今1回だけでしたもんね、赤揃っても。これで、これでノーマルでビタることがあるんですって。あ、初めて止まった。え、なんか熱そうじゃないで、これゲージがマックスになれば白熱いて激アツになります。アキナニュース、まだ揃ってる、まだ揃ってる、声出していこう。あー、もうテンパっちゃった。こうなると弱いんだろうな。ビタレビタレビタレ。え、え、え、これ当たった。何これ。いや、ノーマルで当たるって聞いてたけど、本当に止まると思わなかったし、抜けてまだ8回転とかです。え、もう3と7しかないじゃん。うわー、マジでこれ5万発あるっていやね、本当はもう初当たり2回取って、どっちも結構連チャンして3万発近くなったから、もうやめてもいいかなと思ったんですよ。ただ本当に5万発出るかもっていう思いと、初当たり2回ともちょっとイレギュラーな形だったんで、もうちょいなんか王道のパターン見たいなって思ってたら、またイレギュラーでしたね。で、これで、あ、引き継がれるんだ。で、これでもう3万発になりますマジどうしちゃったの今日。え、1回転で2ラウンド引いた、もしかして。そんなことがない、10ラウンドすごい、1回転で引いたわ、右打ち。うわー、いや、マジマジ出るぞこれ今日5万発また。まあ、ランプ見たら2ラウンドか10ラウンド一発で分かるんですけど、最後までドキドキしたいって方はもう左上見ずに、ここで役物上がるかどうかにね、力入れてもらって、どっちか。おお、今ブルブルしてましたね、真ん中の図柄。壊れた壊れた、ぶっ壊れました、もう。2ラウンド、お、3点当たりじゃないの。何回引くの。ブルブルしてる、よし乗った、3万発、よしえ、いや、これ10ラウンドだったらもう4万発いくんだって。
4万発確定やったー、嬉しい。いやもうここまで来たらね、5万発ですよね。やっぱり緑枠フラからの緑保留、そしてスプレー圧。あー歌姫悪くない、悪くないけど白タイトルか。うわ、なんか流れが途切れた感あるな。いやここまでか、もう一伸び欲しかった。あーすごい、あおめでとうございます、次も頑張ってくださいねって直筆のメッセージ、ありがとう明菜ちゃん。はい、ということで実戦終了しました。お疲れ様でした、っていうか全然疲れてないんですけど、もう通常時も全然回してないぐらいちょっと大当たりに恵まれまして、明菜ちゃんへの愛が通じたんじゃないかなというところでございます。結果の方がですね、投資の方がわずか3500円、出玉がなんと4万320玉、最終的な差玉が39445玉のプラスでございました。新台の取説史上最高出玉、確かね前までが百花繚乱だったんですよ。あれも第一っていうね、もう第一さんになんか恵まれてるなっていう感じもあるんですけれども、まあ明菜ちゃん、まあ、楽しくないわけがないですよね今日の展開だったら。やっぱり319ながらも高い ST 突入率で、初当たりの出玉も1000発保証されている上に、ダメでも時短が120回つくっていうね、初当たりの引き戻しも105回転目とかだったんで、ギリギリこう20回転プラスされてる分で引き戻せたし、右打ち中 90% が10ラウンド、今回僕めちゃくちゃ2ラウンド引いちゃって、実際の振り分けが 78% が10ラウンド、残りの 23% が2ラウンド、それでも4万発出てるんですよ。かなり連チャンには恵まれながらも、振り分けには恵まれず、まあ、それでもやっぱりこんだけ出ればね、もう贅沢言えない十分なスペックなんじゃないでしょうか。もう本当に欠点が見当たらないところなんですよ。ただ甘すぎる気がして、今日打った台もそんなにこう通常時めちゃくちゃ回るっていうわけでもなかったんで、まあなかなかねホールさんも回しにくいし、あと右打ち中の技術介入も実はちょっとあったんですよ。こうひねり打ちすることで上手い人だったら出玉上乗せできるので、それがね、それのせいでちょっと回らなくなって通常時楽しめなくなっちゃうんじゃないかなっていう懸念点はあるんですけれども、うまいことねホールさんも使ってもらって、もうひねり打ち禁止でいいと思います。そんなことしてる人にはね、もう出ていってくれっつって、その代わり通常時こう楽しませてもらえるような運用してもらいながらも、で通常時もで全然僕今回通常時楽しめなかったんですけれども、まあ、やっぱり第一さんらしいモリモリの流れで大当たりっていうのもありながら、救済系の当たりもあったし、で右打ち中もいろんなところから大当たりが狙える、で明菜ちゃんのねあのライブモードもありますし、ただあのラッシュこう図柄がボン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 みたいなやつだけは選ばなくていいと思うんですけれども、もうライブモードさえ選んでおけば明菜ちゃんの楽しさもふんだんに楽しめます。今までの中で1番2番を争うぐらいいい出来なんじゃないでしょうか。はい、もう僕的には大満足の1日でした。ぜひ皆さんも打ってみてほしいなと思います。ということで2024年一発目、大満足の結果で終わることができました。この調子でもうずっと連勝街道まっしぐらっていう感じでね、いければいいと思いますので、この動画かなり面白いことになったと思うので、拡散とかねリポストとか高評価とかチャンネル登録まだの方はぜひポチッと押してもらえると嬉しいです。それでは今回はこの辺で失礼します。さよなら。